IT を入れることによって、今は見える化されてきて納期の回答が格段にしやすくなったっていうのが今の現状です。東京と山梨に工場を持ち工業用ゴムの製造を行っている株式会社江北ゴム製作所。創業60周年を迎え人材の若返りを図る中、同社はある課題にぶつかりました。若返りを図る中で一人じゃできないとか回らないっていう、そういったことが起きていまして、どの順番で整形をしていこうかとか、どの順番で段取りしていこうかっていうことが、なかなか他の人からも分からなくなっちゃうんで協力もしづらい。だからやっぱり周りの社員全員巻き込んでやっぱりやっていくためには、分かりやすく目で見える化するっていうのが必要かなと。だから本当の 5S の一環と同じような考え方じゃないかと思うんですよね。全社を絡めてやれるようなそういう仕組みがいいなと思ったんです。それをするには納期管理システムっていうバーコードでの管理のイリトでの管理、それと納期が明確化する、回答したかしてないかっていうのを見える化して、あ、してないものは しなくちゃいけないなっていうことを、昼のミーティング、各リーダーのミーティングがあるんですけど、そこで話題にして必ずそれで結論付けて納期回答をする。今までは、受注件数すらどのぐらい受注してるかっていうことが把握できてなかったんで、それを改めてこう数字で瞬時にバックオーダー何件抱えてるとかっていうことが分かると、現場のリーダーなんかも今週の残業は何時までとか、来週はこういうふうな勤務体系になりますとかっていう先を見た指示が出せるようになったということで、やりやすくなったなということは言われます。この見える化をして工程がこう串刺しでこう見えるようになった時に、その日程だと後ろの仕上げ工程の日程が取れないので、もうちょっと前倒ししてくださいとか、そういったやり取りが会議の中でもこうすごく増えるようになりましたので、そういったところはすごく効果があったなと思います。今回人材の育成っていうのもあって、最初は私絡みましたけど、なるべくちょっと引き気味で見てたんですよ。現場のキーマンに使いやすいようにするのはどうしたらいいのっていうことを考えさせて、そういうミーティングにも参加してもらって、で専門家の先生の意見も取り組みながら作り上げてきた。使いづらいとかっていうことがあったら、自分が現場に降りて、でその人とどういうところが使いづらいのかと、まず一緒にやるっていうことをまず徹底したんですね。で、ここが使いづらいんだねっていうことを自分が納得した上で、で、改善をしたりですとか、ことあるごとにこういう経験をしたからこうしてあげたいんだっていうことを現場の人たちに根気強くこう言って協力してもらって作り上げてきたっていうのがこの2年間だと思います。難しい加工にチャレンジするとか、ゴムの成形方法のもっと改善であるとか、うちのもっとコアな部分に時間を振り分けていきたいな、人の育成とか教育に力をリーダーが注げるようになったら、もっと不良が減るとか、もっと納期が早くなるとかで、生産性が上がって、いい方向に行くのかなと思うんですけど。もう一歩一歩やるしかないのかなって思ってるんですね。だからやっぱり一個一個テーマを決めて、少しずつ焦らずに一つの問題をまず解決する。そうしたら当然次にもまた問題が出てきますから、じゃあその問題解決するっていうことじゃないかなと。特に我々みたいな中小だと、そのシステムエンジニアとかそういった人とか、そういう専門家も全然いませんので、そう考えるとなかなか一個一個しか進みようがないっていうふうに思っています。今回のシステム導入にあたって、いろいろアドバイス的なものとかいただいたのと同時に、やっぱり助成金も含めてそういう支援をいただけるっていうことが可能性としてあるっていうのは非常に心強くって、ですからいろんな相談の上に、あんまり予算がどうだとかっていうことじゃなくて、うちらがやりたいことに対してやったら結果としてこういうふうに
システムを導入できたってことは非常にありがたいな。ぜひそういったことでお金の面でも支援していただけたというのは非常にありがたいなと思っています。